はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、今回はまあドヒドバンギカグヤの受け回しの並びに、まあ、サンダーも一応回復技あるから受け回しって言っていいのかなに、まあサンダー、フェローチ、ミミッキュっていうその攻撃的な駒を組み合わせた感じなんですけど、これサンダー出したいんだけどね、ライコーがめちゃくちゃめんどくさくて、ライコー潰せないからな。で、しかもライコー多分瞑想してくるとこっち結構苦しいから、どうしよっかな。あー、バンギ投げてもうにょーんって感じだしな。ただ F1 がいるからドヒドイでは持ってっていいかな。あとフェローチェ、まあ海流考えると割と悪くない感じするけど、でナットとかライコにも負担、うん、フェローチから入っていいか。で、裏にドヒドは欲しい、エース1考えるとさすがに。で、レヒレにもまあ一応そこそこやれて、必死負けると相手結構苦しかったりするかな。まあライコが必死でだいぶ動きづらくなるから、それでいいでしょ。で、ラストで海流は、まあ、フェローチェで対面で圧力かければいいから、ね、割と認めもいんの重いんだよな、これ。やっぱサンダー持ってくか。ドヒドで必死巻いて、サンダー展開すると、ライコー毒食らうから、瞑想とか悠長なことできないから、割ときついと思うんだよね。そこをまあ、ジェット打ってから、ライコーの切り返しのダイマックスを身代わりで、枯らして、なんか、身が跳ねとかで相手にストレス溜めるみたいな。ロトムーン。ここもめんどくさい対面だけどな、割と。ただ、裏の海流のこと考えると、フェローチェを安易に削りたくはないんだよな。だかといって、こう、トンボするかっていうと、まあ、トンボでいいか。一回。相手引いてきてくれるんだったら美味しいけど、まあ、どうせ耐久に振ったりしてるから多分引かないんだよね。鬼火か、ボルチェンかと思うけど。電気無効枠のポケモンがガチでなんかさ、しょうもないのしかいなくないかみたいになってさ、結局電気無効枠入れれないんだけど、構築にサンダーかな。まあ、カバルドンあたりは悪くなかったりするけど、なんか悪気持たせてやっと成り立つ耐久性能でさ、しかも青2B、はいはい、悪気持たせてやっと成り立つ耐久のくせにさ、なんか悪気のせいで1回しか投げれないっていうさ、まあ、ミミッキとかがね、悪気持って1回しかその使えないみたいな性能してるのは僕あんま気になんないんだけど、ここはさすがに身代わり張っていいかな。裏に放電刺しに行くっていう手もあるけど。あー、でもここで雷光出しはめんどくさいな、割と。ここも雷光出し結構めんどくさくね。あー、こういう感じになっちゃう。暴風で混乱させに行こう。引くよね。ボルチェンじゃない。あー、まあ遅いから食らいたくないと。雷光。ここなるべく削りたい。当ててほしい。オッケー、当てる。混乱もしてほしい。あ、結構入るじゃん。もしかしてこれダイジェット、ダイジェットとかで相手苦しかった話ある？フェローチェを、でもライコ餌上がんないから、ここサンダーで突っ込んでいいんじゃないかな。ジェットとかで。ライコ回復できないから、瞑想ってもさすがに間に合わないでしょ。で、エース1は、ドヒドで見入れてる。ナットもドヒドでティオディして勝ち。あと、フェローチェのインファがそうするとめちゃくちゃ一貫するから、さすがに多分いないと思うんだよな。瞑想でしょ？そうだよね。いや、それ苦しいと思うけど、さすがに。残飯でもなければ。で、フェローチェの圏内でも別にいいわけだから。で、ミトムにインファインファとかってぶち込めば、ぶっ殺せるから。それで、しばきに行くか。これ、ジェットジェットで多分取れないよなぁ。あー、でも次のジェット上から撃てるから、あれか、割と。サンダー玉ダメと、やけどダメでめちゃくちゃ削れてってんだけど、大丈夫か。なんか、このサンダーもさ、なんかダイマックスって基本的に一方通行の展開になるゲームだと思ってるんだけど、なんか、ダイジェットを撃った後に、身が跳ねとかできる関係で、なんかダイマックス終わったら賞味期限切れポケモンみたいなノリじゃなくて、ダイマックス終わった後も強い動きが取れるところが好きなんだけど、
ライコこんだけ疲弊させたらもう仕事ないから。ああ、これでダイマックス切ってくんのは結構無理筋なんじゃない？受け側からしたら別になんかダイマックスをお互い無駄に消費すればそれでいいわけだから。お互いにダイマックスない世界になればさ、ってめちゃくちゃ余裕なわけだからさ。そしたら、こういうなんか安いダイマックス切らせるか、こっちのダイマックス受けんの苦しくさせるかみたいな感じになるよな。オッケー、大サンダーかな。耐えないかなこれ、なんかで。あ、耐える、マジか。ここ裏に通る技をしてな。熱風とかあればな。ただ身代わり入れたい関係で、さすがに羽はもともと切れないし、ここ上から動けるでしょ。裏に通る技を押すか。三笘来ても通るのは第3打だけど、第3打押しとくか。ボール、はいはいはい。防がれてチビになって、ここさ羽でいけない、羽でいける話ない。こいつどうせ第3打でしょ。羽押してみるわ。それかなんか放電とか打ったら倒せって話ある。耐えられそうな気したけどな、ちょっと。でこれで、あー、ストリーム打ってくるんだ。これはさすがに死ぬね。いやー、でも玉サンダー火力えぐいな。なんかこれぐらいの中途半端なタイプ受けサイクルぐらいだったら完全に相手受けが効かなくなるもんね。さっきのとこ大ジェット打てばよかったな。ここフェローチェ投げて、こいつはフェローチェで倒せるから。ん、何打つのがいいかな。裏全部に割と通りがいいのはインファだけど、ミミッキとかいなかったよね相手。うん、インファ押していくか。で、レヒエとかも後出しは間に合わないから。ライコ残してきた。はい。認む？納豆。これは全抜き来たぞ、さすがに。鉄のトゲで、助け潰されるけど。いや、認むあそこまで削れてたらさ、トンボ一回とインファで無理かな。納豆はインファインファでこのまま持って。できるからトリプルアクセルとか打たなくてよかったね。オッケー。なんか三笘に切り返されてたかもしれない話あるけど、なんか相手降参したからいいわ。勝ちだ俺の。もう一戦いきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これバンギめちゃくちゃ投げたいな。ポリッツ、ウツロイド、ファイヤーをバンギで見たいから、バンギは絶対投げたくて、でエースバン考えてドヒドも欲しいでしょ。ドヒドバンギってなって、そうなると、まあ、身軽ある鉄火技はめんどくさいから、サンダーとか投げるか。ドヒドバンギサンダーとかでいいかな。相変わらずカバルトンがめんどくさいな、この構築。カバ、もう、グライオンくれ、マジで。カバルトンがめんどくさすぎてさ、話になんないんだけど。どうしよっかな。初手先にステラ負けた方がいいかな。サンダーから入っても別に、なんか暴風打ってうんたんぐらいしかないもんね。ラム持たせる？いや、バカらしいな、それも。でも、毒毒とかに一回ケア効くな。で、カバから入ってきそうだけどね、相手。バンギから入って、こっちもステラ巻くか。ドヒドで必死でもいい。いやー、待って、通り悪い。意外と悪くないか。ドヒドバンギサンダーでいいかな。で、相手自信打ちたくなるとこにサンダーを投げて、あくびを打ちたいときはドヒドで突っ張るっていう。相手のね、プレイ画面を見ながらやれば、できます。相手首吊りじゃねえかよ、リーグカード。このリーグカードにしてる人たまにいるよな。なんかあの首吊りみたいな。クレーンに、さ、首が吊られてるみたいになってる。カバルドンから、まあ、そうだよな。で、一方通行の展開のカバルドンはそんなにめんどくさくないけど。首かステロか地震から来るけど。まあ、ステロじゃないかな、ここは。石で。
うん、でステロ巻かれちゃうからサンダーが動きづらくて、いやーまあでももう8世代のカバルドンって受け出しにあんま使えないから、アッキー以外は。そうなるとあれなのかな、初手で水タイプとか草タイプ合わせて圧力かけて仕事させないみたいなノリのがいいのかな。猫ネットでいいかな。まあ相手は多分強い人は自信打ってくる。ああ自信打ってくるね。二体するけど普通もうちょっと入んなかったっけこいつの自信って柔らかいの D、 こんな柔らかかった。カバルドンと殴り合うの久しぶりだからかな。で統治下でいいかな。一回はウトロイド引きとかもまだ万儀引きで間に合うから全然気にするあれじゃなくて、あくび、ね、砂ダメで死んじゃうからあくびなんだったら熱湯したいんだけど、あ再生打つか。オッケー、ドヒド寝かしてもいいかな。 S 番に引いてきても毒入るから割となんとかなると思うけど、あとダイマックスこっちも残ってるし、まあ、言うてドヒドエスワの攻撃に対するからそんなすぐやばいこと起きないでしょ。もうネットでいいね。で裏無限に捨てればドヒドのヒットポイント無限に管理できるから、なんかあれだな、なんかなんて言えばいいんだろう、なんかそう周りを捨ててドヒドのヒットポイントに還元できるからそれでもいいんだよな。ポンのみでドヒドこれ寝ちゃうけど砂はなくなって、で裏から出てくるポケモン見てからで基本的に全部間に合うよね。まあ、地震連打してくるかドヒド削りに。ヒーター S1 かな、これ出てくるんだったら。あファイヤーなんだ、それは崩せないんじゃね。まあ、これ匠だと思うけど、バギンラス投げて、匠なんだったらこうさ、こっちサンダー投げてさ、大サンダーとか、まあでもカバ引き。ああ、もうそのためだけにでもカバルドン入れるかどうか考えるのがバカらしいよな、マジで。そんなどうなのって気持ちになってきたな。匠だよね。今回の番儀、ちょっとね、回復でき、残飯は持ってるんだけど、守る切って自信にしてるから、それで回復を稼ぐっていうのはできないんだけど、その代わり、まあ、自信あるおかげでアゴヨンとか、ウツロイドにもちょっと強いんで、あ、ウツロイドは6ブラでも、ドン1もともと押し切れたけど、燃え上がる怒り、ひるみ狙いだね。こんなもんだからね、たくまれても。ひるんだ。でもこれかといってさ、トゲキスと同じで大魔切った瞬間にさ、相手はさ、引いてくるからさ、カバルドンとかに、世界一バカなゲームなんだよな。まあ、6ブラで。ダイジェットされない限りは、サンダーで、砂ダメで削ってからサンダーとかで切り返せてるから。ほらね。お前さ、じゃあその燃え上がる怒りは何だったんだよ、お前。そう、一回撃ってさ、ひるんだらいいな、みたいなさ、舐めんじゃねえよ、ゲームを。遊びじゃねえんだぞ、これは。命かけてやってんだよ、こっちは。何発当たる ?3。ここ相手自信でいい場面だもんな。まあ、あくびにドヒド投げられるのが多分、まあまあめんどくさいと思うから。相手こう自信でよくて。ここで、三打いっとくか。ステロダメ食らうけど。それでダイジェット打って、相手ファイヤーはもう無理でしょ?ダイジェット先に打ってるから S 番は割ときつい話あって。オッケー。えへいえへいああ、めっちゃ。花粉だわ。ねえ、ちょ、こ身代わり起きてえな。めちゃくちゃ身代わり起きてえな。ダイジェット打つか、さすがに。早くなってくことの方が重要か。でかくなって。
で、これでダイジェットでカバーいけるっしょ。で、下がったサンダー盤面に残るから相手のファイヤーは無理で、まあ、ラスト1体が見れるかな。まあ、土俵寝ちゃってるからエースバーン困るんだけど、まあ、ただファイヤーこっから下級1回ぐらいだったら耐えるよな。ウツロイドいるね。ただこれだったら相手バンギーがもう無理だね。毒菱は回収されたけど、まあ、でもバンギーにウツロ投げれないもんな。どうしよっかな。ジェット打っとくか。いやー、さすがに、サンダーが、ファイヤーより速いわけで、最速取ってるから、ガラルファイヤーより速いから残して、ダイジェット切られない限りは上から電気技で、一回叩けるみたいなノリの方が多分良くて。で、まあ、大草原程度じゃ番組は死なないから、地震の威力下がっちゃうけど、まあまあ、それは全然いいんだよな。メテオビーム、パワフルハーブ型だね。こうなんか裏は受け駒で見れる相手だとさ、そのダイマックス弱く切っちゃってもまあ大丈夫っていうのは結構、でかいんだよな。強くね？本当に言ってる？そんな強いのこの人。バカじゃん。ダメージが。これ無理くない？次耐え。草技あると無理だけど。いや、ウツロイドえぐいな、マジか。そんな強いの？バンギ一応これでも半減なんだけど、砂も入ってるし。ちょ、もう一回メテオビーム押してこい。マジで。頼む頼む。結びある。ちょ、ウツロイドこんな強いの？やばいやばい。マジか。これバンギ引いて余裕だと思ってたんだけど、ウツロイドめちゃくちゃ強いな。負けじゃん。さすがに勝てないわ、これは。ちょっとひどいで最速置きワンチャンとかもないから。マジに。こいつこんな強かったっけ？バンギでもっと楽勝だと思ってたんだけど。バンギに D 振り忘れてるかな。いや、振った覚えあるけどな、ちゃんとあのバンギ。それで確認するか。ちょ、こっちが僕の本ロムだから、こっち開けば確認できると思ってるんだけど、振ってるんだけど、ちゃんと。これが無振りで、多分。いや、無振り？ D 補正なしの無振りで、ここに対、D 補正ありでこれなんだけど。マジか。マジか、振っててああなのか。ちょっと。じゃあ、ウツロイド、もうちょいよく考えるわ。僕も。じゃあ、お疲れっす。チャンネル登録と高評価頼みます。バイバイ。